はい皆さんこんにちは a i b e a t u r にのあたです本日は音声認識 a i w i s p e r を高速化する方法について紹介していきたいと思います w i s p e r は以前の動画で紹介してるんですけどもえ音声データを文字起こしすることができる AI のモデルになっています非常に高い精度で文字起こしができてびっくりすると思いますので使ったことない人はぜひ使ってみてもらえればと思いますで今回は w i s p e r を高速化する仕組みについて説明した後に実際に実装してみてこれまで公開されていた w i s p e r と比較して どれぐらいの文字起こしの精度なのかっていうことを検証していこうと思いますまた昨年末に Whisper Large V2 という最新のモデルもリリースされたのでそちらの使い方についても解説していこうと思います、えー、Google コラボ上で動くように実装してプログラミングの知識がない人でも簡単に文字起こしができるようにしているので興味がある人は概要欄のリンクから飛んでいただければと思います、えー、それでは早速やっていきましょう はい、最初にどれくらい高速化されるのかということについて説明します。で今回は FasterWhisper というライブラリーを使用していきます。でこちらは13分の音声データに対して GPU と CPU でそれぞれモデルを動かした場合の時間と使用メモリの比較になっています。で一番上の OpenAIWhisper のと いうものが本家の Whisper を使用した場合で Whisper.cpp というものが C で書かれた移植版になっていますで GPU 版では本家と比較して約4倍ほどの時間で文字起こしができているということがわかりますまたメモリの使用量に関してもかなり減っているということですで CPU 版でもこの FasterWhisper というものが一番早く文字起こしができているということがわかります はい、次にどうやって高速化を実現しているのかという話なんですけども、これから説明することを、えー、と聞いてもらえれば、この後紹介する実装が、まあ、大体何やってるのかなっていうのが、えー、わかるかなと思います。まず、ファスターウィスパーでは、えー、Ctranslate2 というライブラリを使うことで、えー、と高速化することができます。 で、ウィスパーとか自然言語のモデルは、えっと、トランスフォーマーという、えっと、有名なデータ処理の構造が使われてるんですけども、CTranslate2 っていうのは、このトランスフォーマーの構造を高速化することができるライブラリになっています。はい。でもう少し具体的に説明していきたいんですけども、AI では、えっと、文章をそのまま扱うことができないので、こういった形で単語とかですね、文字単位に分割されます。で、この時の分割単位のことをトークンというふうに呼びます。 はい。で、分割されたトークンは、それぞれ特定のベクトルというものが振られています。で、このベクトルは、こういった形で、数字の配列で表されていて、意味の似た単語同士は、このベクトルの距離が近いように、えっと、値が振られています。例えば、リンゴとバナナっていうのは、果物になってますので、比較的似た配列を持っているといった感じです。で、AI のモデルでは、このトークンをベクトル化したものに、数字をかけたり足したりしながら、予測値を計算していきます。 でこの数字のことをパラメータというふうに呼んでいてよくこの AI のモデルはパラメータが10億個ありますとかそういうふうに聞いたりすると思うんですけどもそれはこの予測値を出すのに、まあ、いろんなパラメータをたくさんかけたりえ足したりしてますよということを意味しています。CTranslate2 ではこのパラメータの表現力を落とすことで 使用すするメモリの量とか計算速度を向上させています例えば、0.123456789というパラメータがあった時に、これを0.12という風にして禁じしてあげる、そんなイメージになります。で、こういう風にすると、計算速度とか速くなるんですけども、予測精度が落ちてしまうんじゃないかという懸念があります。で、C-Translate2 では、こういう風に表現力を落としたとしても、予測精度があまり落ちないようにして、重みを補正しています。 で他にも Python から C++ に変更していたりとか、ネットワークの構造を変えるという工夫も CTranslate2 ではやっているんですけども、詳しく知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、見てもらえればと思います。はい、最後に今回使う Whisper Large V2 の紹介ということで、2022年の12月に新しくリリースされていました。 でこちらのモデルは前回のラージとパラメータ数は変わらないんですけども、学習のさせ方を工夫することで、ラージモデルよりも高い精度を実現できていますで。こちらは特定のタスクに対するスコアで、左側がラージモデルのスコア、右側がラージ V2 のモデルのスコアになっていますで。スコアが低いほど予測精度が高いということを意味しています。 日本語に対しては、ラージの方では6.4ポイントだったんですけども、今回のラージ V2 というものでは5.3ということで、かなり文字起こしの認識精度が上がっているということがわかります。それでは次に、えっと、実装の方を見ていきたいと思います。はい、続いて、えっと、実装の方を紹介していきたいと思います。で最初にまず注意点なんですけども、えっと、2点ありまして、1点目が、えっと、ランタイムのタイプの変更で、えっと、GPU をオンにする必要がありますと。 いうことで、えっと、今回、文字起こしする際に、えっと、CPU ではなくて、えっと、GPU という機械を使って、文字起こしをしていきます。で、その GPU の設定なんですけども、え、この左側の、えっと、ランタイムというタグから、えー、ランタイムタイプの変更、これを押してもらって、ハードウェアアクセラレーターを GPU に設定しておいてください。で、私はすでに GPU に設定してますので、キャンセルにしますけども、えっと、GPU じゃない人は、GPU に設定して保存を押してもらえればと思います。 そうすると、もともと CPU だった人は、まあちょっと時間がかかるかなというふうに思うんですけども、右上の方に、えっと、接続中みたいなのが出てくるかなと思います。で、設定が終わったら、えっと、プログラムを実行していきます。はい。で、前回まで、えっと、グラジオという、えっと、Web アプリケーションを、えっと、簡単に作るようなライブラリを使って、文字起こしをするアプリケーションを開発してたんですけども、そのグラジオを使うと、まあ結構なんかエラーが、 えっと、出るというところが、えっと、コメントの方いただいたりしたので、今回は、えっと、直接、えっと、動画のファイルをアップロードしてもらって、それを文字起こしすると、そういった形式にしていきたいと思います。で、プログラムの実行なんですけども、えっと、この Google コラボでは、各セルごとに、えっと、プログラムを実行していきます。で、実行の仕方は、えっと、Shift と Enter を、えっと、同時に押します。 はい。で、実行すると、こういった形でぐるぐる回って、実行中の、えっ、ー、と、マークが出ます。で、実行が終わると、えっ、ー、と、こちらですね、番号が、えっ、ー、と、表示されます。で、最初の実行に関しては、初期化中ということで少し時間がかかりますと。はい。で、今ですね、実行が終わったので、1という風に表示されています。で、同様の手順で、えっ、ー、と、実行していきます。 はい。で、ファス t e ビスパンのインストールが終わりましたので、続けていきたいと思います。で、こちらのセルに関しては、え文字起こしした結果を SRT ファイルの中に、えっと、書き出す関数になっています。これも実行しておきます。で、続いて、えっと、文字起こしを今回やりたいので、動画ファイルをこの Google コラボの環境上にアップロードする必要があります。で、そのアップロードの仕方なんですけども、 こちらの左側のところにですね、このファイルマークがあるので、こちらを押してもらえると、こういった形でウィンドウが出てくるかなと思います。で、ここのセッションストレージにアップロードというところを押してもらえれば、自分のパソコン上にあるファイルを参照できるので、それで文字起こししたいファイルをアップロードしてもらえればと思います。はい。で、アップロードしようとすると、こういった形で警告ということで出てくるんですけども、えっと、OK を押してもらえればと思います。で、今ですね、サンプル動画、えっと、MKV というものをアップロードしました。 で、えっと、別にこれなくてもいいんですけども、えっと、そのファイルを参照するために、このインポート OS というもので、えっと、現在のディレクトリにあるファイルを表示させています。これ今、えっと、.config、サンプルデータっていうフォルダーがあって、えっと、もう一個ですね、サンプル動画、mkv というのがアップロードできています。で、このファイル名が、えっと、必要なので、えっと、これをコピーして、このファイルネームっていう変数に、えっと、設定しています。で、この時に、えっと、拡張子を、えっと、ちゃんと含めるというところを、え注意してもらえればと思います。 はい。それでは早速、FasterWhisper の方を使用していきたいんですけども、え最初にまず、この FasterWhisper から、Whisper、えっと、モデルというのをインポートします。で、その後に、この C2TranslationsConverter ということで、最初に説明したように、CTranslate2 というライバリを使って、この本家の OpenAI から出している WhisperLargeV2 というモデルを、えっと、変換していくということをやっています。で、ここも実行をしてください。 で、これやってることとしては、えっと、ハギングフェイスというプラットフォーム上にある、えっと、ウィスパーラージ V2 というものを持ってきて、それをですね、C トランスレートコンバータというもので、えっと、Python のコードを C++ に変換したりとか、あとは最初に紹介したパラメータの量子化をしています。で、これもちょっと時間がかかるので、えっと、飛ばしていきたいと思います。はい、今ですね、ハギングフェイスから、えっと、モデル持ってきて、えっと、コンバートの処理が終わりました。だいたい1分ちょっと、えっと、時間かかったかなと思います。 で、続いてこちらになります。えー、モデルパスというところで変換した、えっ、ー、と、この Whisper Large V2 の、えー、CT2 版をですね、えっ、ー、と、指定してあげて読み込みを行います。はい。で、今読み込みが終わったので、えっ、ー、と、続いて文字起こしをやっていきます。で、ファイルネームというところで、これ今、えっ、ー、と、サンプル動画というふうに指定したファイルですね、ファイル名を指定してあげて、えっ、ー、と、文字起こしを実行します。 はい。ということで、このファスターウィスパーですね、大体1秒ぐらいで、えっと、処理が終わっています。まあ、かなり早いというのがわかりますと。で、このリザルトというところに、えっと、文字起こしの結果が入っているので、えっと、これをですね、えっと、先ほどの定義した関数の中に渡してあげて、えっと、文字起こしを行います。はい。で、今、文字起こしが完了したんですけども、えっと、その文字起こしのファイルっていうのは、このサンプル動画の えっと、ディレクトリと同じところに作られています。で、ちょっとこれ更新をしてあげないと、ファイルの中身が更新されないので、えっと、ここを押します。で、そうすると、この transcribefasterwhisper.srt ファイルというのができてます。えっと、これちょっと中身を見てみましょうということで、ダブルクリックします。はい、そうすると、この右側にですね、えっと、このファイルの中身が見られるんですけども、えっと、こういった形で文字起こしができてるというのがわかります。はい、で、これは30秒ぐらいの えっと、サンプル動画なのでちょっと中身を見ながら文字起こししがちゃんととでききててるかを確認していきたいと思いた思ますこれは音声認識 AI の w i s p e r がどれくらいの予測精度で文字起こしができるかを確認するためのテスト動画になっています最新のモデルでは日本語の音声認識の精度が上がってるので YouTube などの字幕を作成する際に作業が楽になるんじゃないかなと思います。 はい。ということでですね、えっと、完璧に、えっと、文字起こしができているというのがわかります。で、かつですね、えっと、かなり高速に30秒ぐらいの動画であれば、えっと、だいたい1秒ぐらいで、えっと、文字起こしができているということがわかります。はい。続いて、えっと、本家の、えー、ラージ V2 の方を使用した場合に、どれぐらいの時間がかかるかというところを比較していきたいと思います。で、こちらの下側をですね、実行していきます。 はい。で、えっと、インストールが終わったので、続いて、えっと、モデルのインストールですね、やっていきます。こちらも、えっと、Large V2 に、えー、してあげて、えっと、インストールします。 はい。で、モデルのダウンロードが終わったんですけども、えっと、だいたいですね、えっと、20秒ぐらいですね、かかったかなと思います。で、えっと、こちらですね、えっと、文字起こしを実行すると、まあ、先ほどだいたい1秒以内に、えっと、実行が終わってたんですけども、今回はだいたい5秒ぐらい、えっと、かかりますということで、まあ、5倍近くですね、えっと、時間がかかっているということです。で、えっと、続いてですね、文字起こしをやっていきます。 はい。で、文字起こしできたんですけども、えっと、こちらですね、私の方はすでに、えっと、更新されてるんですけども、えっと、ファイルができてない人は、こちらの更新ボタンを押してもらえればと思います。で、この Transcribe Open AI Whisper というのが新しいものなので、えっと、こちらをダブルクリックします。で、そうすると、えっと、ファイルができましたということで、この Open AI Whisper というものと、えっと、この Faster Whisper というものですね、えっと、比較してみたいと思います。 はい、で、比較してみたんですけども、このウィスパーの表記が、えっと、アルファベットで表記されるか、えっと、カタカナで、えっと、表記されるかという違いで、他にはですね、えっと、特に違いはなかったので、ちょっとここの表記に関しては、まあ、アルファベット表記の方が、 ふさわしいかなというふうに思いますので、そういう意味では本家のウィスパーの方が精度が良いというふうにも言えるのかなと思います。ただ実用性に関しては、まあ、特にですね、カタカナで表記してもまあ問題ないかなというふうに思いますし、他の部分に関しては、えっと、ほぼ完璧に文字起こしができているので、結構長い動画を扱う場合は4倍、5倍の差があるんだったらファスターウィスパーの方を使用しても良いのかなというふうに思います。 はい。で、最後に文字起こしですね。えっと、日本語じゃなくて英語でしたいというふうに、前回動画を上げたときにコメントをいただきました。で、それのやり方なんですけども、えっと、今、ウィスパーの中では、えっと、自動でその言語を検知して、えっと、出力するということをやっています。それを、えっと、このトランスク s c r のえっの関数の中で、アンゲージというふうにして、えっと、EN、これ、 イングリッシュですね。というふうに指定してあげて、えっと、文字起こししてあげれば、えっと、日本語で喋った文章に対しても、えっと、英語で出力をしてくれます。これちょっと見てみましょうということで、えっと、ここちょっとファイル名をですね、イング l ッシュにします。更新してあげると、このイングリッシュファイルができているので、えー、中身を見てみます。そうすると、こういった形で、日本語で喋ったとしても、えっと、翻訳して、英語で文字起こしをしてくれるということで、 英語の字幕をつけたいなっていう人は、ぜひですね、ここの g u a g e を、えっと、English という風に指定してもらえれば、えっと、良いかなという風に思います。その他、英語以外にも、えっと、いろんな言語を、えっと、指定することができるので、興味がある人は、いろいろといじってみてもらえればと思います。はい、以上で、えっと、ファスターウィスパーを使った文字起こしの解説を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなという風に思う人は、えー、高評価、コメント、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。